泊まってたホテルはですね、こちらのイビススタイルっていうところですね、こちらのホテルの方に宿泊をしておりました。で、まあ、ここからですと桜田ファミリアはこの辺にあるんですね。で、まあ、大体歩いてどうでしょう、20分から30分ぐらいはでも歩くかな。まあちょうどこの海とのね、あの中間で、でこちらのビーチが今画像でね出てますビーチになるんですけど、ここまでも歩いてどうかな、15分から20分ぐらいでしょうか。まあちょっとしたお散歩という形で、海の方にも向かうことができます。でこの辺りはね、本当トップシーズンになるとヌーディストビーチになる場所で、私が行った時期は割とねサーファーが多い時期でしたから、私も脱がずに済みましたけど、海がねとても冷たくて、とてもちょっとアジア人は入りにくいかなと、ヨーロッパ人はねもともと体温が高いので、これぐらい冷たいのは、慣れっこだと思うんですけど、ね、ちょっと私には、冷たいとこだったかなと思います。ただこのホテルからね、裏がね割とこの辺りはね治安があまりよろしくなくてですね、例えばこの辺りだとこの自動車修理とか整備店とか書いてありますよね。この辺にねよく空き缶だとかアルミなんかを集めるようなところがあって、でやっぱりねバルセロナは移民の方がすごく多いんですね。移民の方がすごく多いのでどうしてもやっぱり移民の方が不労者になっているようです。でやっぱり移民の方がそういったアルミだとか鉄関係を集めて、でこの辺りにお金に買いにね行くような形で、住んでるところもこの辺り結構住んでますので、ちょっと夜はね一人歩きは男性でもあまりよろしくないのかなと思いました。で今度逆にですね、海沿いの方にこう入っていくとどうかな、この辺りかな、結構クラブ系が多くてですね、コロナ禍といえども若者は割と集まってまして、ですね朝がねやっぱり8時ぐらいまでは日が昇ってこないので、その辺りまでは結構暗いんですよ、真っ暗なんですね。で結構移民の方もいっぱいいらっしゃいますから、あまりやっぱり治安がよろしくないのかなと、まあ、地元の方とね一緒だったら問題ないと思うんですけど、そんな意味合いを感じました。なので、日中ね明るい時に、ぜひこっちの海でね遊んでもらって、まあ、や日向ぼっこできればいいんじゃないかなと思います。であとは桜田ファミリアを起点とまたしてね、桜田ファミリアから、ね、もうちょっとこう上に北の方にね登っていくとこ、グエル公園なんかもありますから、グエル公園行ったり、こちらのカサミラだとかね、この辺り行けば今度バスがね走ってますんで、またこのバスからバスで空港行ったりとかっていうこともできますので、この辺りになるのかな、宿泊されるんだったらこの辺りに泊まるのがいいのかなと思いますね。私は今回、桜田ファミリアと海との中間点で撮ろうかなと思ってましたからいいんですけど、私みたいな旅行の人間とね行く分には、ちゃんとご案内できると思いますので問題ないかなとは思いますけど、皆さんね行かれる時はちょっと治安だけね、やはり気をつけていただいてというところです。バルセロナがみんな治安が悪いわけではないと思います。東京にしても代官山、渋谷、新宿、歌舞伎町、上野、浅草といろいろ治安がいいとこ悪いところってやっぱりあると思いますから、僕は一括りにねスペインもしくはバルセロナ
が水が多くてどうのこうのっていう旅行のね、あの記事はあまりどうかなというところで、まあ、実際来てもらってあの見ていただきたいですね。でやっぱり移民ですよね。この移民の方々の、ただ職がね、お仕事がしっかりしてればあのそういったこともないなくなってくるんじゃないかなと思うので、これやっぱりあのスペインのね、今後の課題なんじゃないのかなと。結果的にこれがあの移民の方がどんどんねあの増えてきて仕事がつけないということになれば、あの結局はスペイン自体の、あの問題になってくると思いますんで、そこだけねあの非常に危惧しております。ではあのちょっとねあの短いですけど海の方ね見てみてください。どうぞ。海はね、画像を見ていただければ分かりますけど、あの本当にカラッとしててね、あのいい天気で、ただ風がちょっと冷たいかなっていうことはあるかもしれません。ただまあ、本当にね、まだこれ9月の終わりですけど、あの非常に暑くてですね、あのトップシーズンではありませんけど、あのまだまだ海水浴をされる方はねいっぱいいまして、でまあパパ若い子にしても、あのおじさんおばさまにしてもですね、ヨーロッパらしい服装でというか水着でね、やっぱりゴロンとなればペロンとするような、感じでしたね。皆さん開放的な感じで、まあ、私も解放しようかなと思いましたけど、やめましたが、まあ、ビール飲んでゆっくりのんびりするのがよろしいんじゃないかなと思います。見ていただければ分かりますけど、やっぱりすごく絵になりますよね。あのスペインの女性は本当ね、あの綺麗な方が多くて、とても何着てでももう絵になります。でやっぱこの海もあの波がすごくしっかりした波なんで、まあ、サーファーがこれだけねあのいますから、あの海に入れる時は本当気をつけてねあの入ってもらえればと思います。オーラー、今ねちょうどランチタイムです。だいぶ今日は、昨日までは結構天気悪かったんですけど、今日のバルセロナは、割と天気がちょっと飲み始めました。午後はもう一回サグラダ・ファミリアに行こうかな。こちらはねちょっと引いたアングルであのビーチの方を撮りました。まあ基本的にやっぱりね、なんだろう、3時の時間のお休みの方が多いので、まあ、ほとんどお昼ランチぐらいからみんな飲んでるのかな。スペイン人なんでこんなに飲んでるんだろうっていうぐらいお酒飲んでます。でレストランがねあのたくさんあるので、割と気軽にねあの入って、どうかな、ワインかなビールかなっていうところで、選んで飲んでいただければと思います。こんな感じでねあのサーフィンをね楽しんでる方があの本当に多かったです。まあ、見てるだけでねあの結構面白いなと思いました。であとはあの、まあ、ビーチの方はねこんな感じでのんびり、後ろの方にも女性陣は寝てますし、手前にも男性陣がいたりとかね、皆さんのんびりされてます。こんな感じで風がね強いです。なのであの、まあ、風だけね対策しながらあの海でねぜひ遊んでもらえればと思います。また引き続きねあのスペインの動画を流せればと思いますので、皆さんスペインに遊びに来てください。それではまたよろしくお願いします。またねあの旅の動画をたくさん撮りたいと思いますので、こうやって皆さんとねあの旅行気分になれればなと思いますので、ぜひ高評価と、チャンネル登録の方ですねよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。